女性にモテるには顔、金、性格、年齢によりますね。その小学生ぐらいだと足が速いとかでモテるんですよね。で多分ね、足が速いでモテるのって本当小学生ぐらいまでなんですよ。純粋にクラスで一番足が速いとか、クソどうでもいいスキルじゃないですか。でもそれでモテるのが小学生までなんで、なんで足速い人は小学生のうちに勝負を仕掛けてください。中学生ぐらいになると野球部、サッカー部みたいな、要は花形スポーツっていうのが現れるんですよ。なので花形スポーツに参加してるとモテるっていうよくわかんないブームがあるんですけど、高校に入るとだいたいみんな偏差値というのを意識し始めるので、アホな高校の人より偏差値の高い高校の制服着てる方がモテるとか、高校の文化祭とかも偏差値の高い高校の方がなんか女子高生いっぱい来てくれるみたいなのがあるので、そこでようやくその頭がそろそろ出てくるんですよね。大学生になると有名大学かどうかでだいたい決まりますと。大学が終わると今度はその就職っていうのがあって、で就職するとその就職先のネームバリューとかで、じゃあ Google ですとかサイバーエージェントですっていうのがモテるみたいな、電通ですがモテるみたいなっていう感じで、この会社っていう肩書きがモテるようになるんですけど、で顔がいいでだいたいモテるのはこの会社に入る20代ぐらいで、で30代からは金です。有名な聞いたことがある会社と聞いたことがないけど金持ちだと、聞いたことがないけど金持ちのブサイクの方がモテるようになります。30になると顔がある人はその20代までの間に勝負を終わらして、で顔はダメだなっていう人は30代までにその金稼いどくと逆転可能なので。でね、性格でモテるのは大学生までかな。大学の中ってその同じ学校の人たちと付き合うので、学歴とか関係なくて、その周りの中でそのいい人だから付き合うっていう感じになるので、大学卒業してなんか新卒 2,3 年ですぐ結婚みたいなコースって、将来性とか関係なく大学の時いいやつだったから結婚っていうパターンなので、性格がいい人も多分ね25くらいまでに勝負を決めた方がいいんじゃないかなと思います。